めてみようかと思います。マヨネーズ挟んだってイタリアンだね。具材濃いよ。3回目だね。あれ、また宮崎ってみたね。ヤクザさんあんまり味良くないんだっけ。あんだけ普通の応援した後に冷めてくるの遅いかすぎる。ちょっと待って。うわっ、最後に言ってくれたんだ。ヤクザ点コンビの1人、伊達点宮崎、現在の打率は4割9分6厘。初球打ち、しゃセンター下がった、センターに送った、ホームラン、カプールだ。体育さん、あざす。もっと仲良くしてくれよ。よし。なんで昨日だけ2番だったんだ。あ、嵐だ。無言でやっちゃってる。ね、あ、でもダメです。よし。君がいいな。
完全に振り遅れました。ヤクルトに連敗。よろしくねえな。中日からしたらここでもう3連勝をすればまだ分かんない。ああ、マジか、それたところにゴール止めたな。外野は溶けすぎるから、溶けてない。はい、テストねんか。負けた。ここに来て連敗。なんかヤクルト戦の方だけどいい当たりが外野の正面に来てんだよな。うわ、なんか耐えてるけど。謙信今シーズンだって一番セ・リーグで勝ってるもんな。もう1年3点取られてる。チャンスの場面を突破する宮崎、現在首位打者争いにトップに立っています。取りました。
昨日にもあいつの肩がいい。いけない。今シーズン高めに当たって宮崎、今日は三振とセンターフライ。また出さない。ボールとアンダーシング。ボールを下げ、さあ追い込まれました。外れた。2点取られてあかんやろ、9回に。肩か。肩って気づく。ピッチャーが。やばいなこれ。最後の最後で。ここに来て、連敗。うわ、あの巨人がなんかじゃないけどお付き合いしてくれてる。3連敗はよろしくねえな。耐えた。スケジュール10月あと4試合か。ここで
残り4試合で7本ホームランなんで、ね、無理ゲーやな。あらららら、タワークに押したけど押されちゃう。抜いてくれなかったか。こんなにやられたら見てみる。カルテットの気がする。ドンチッチ誰で4点取られたの。団長かな。あうわマジかよ。直接対決で負けるのが、あ直接対決で負けちゃあかん。0.5 これぬぱうわ向こうここで上原かよ。スライダーか。これでワンアウトランナーはありません。ここで打者一巡してバッターは2打点宮崎。現在打率は4割8分8厘。ファウル。打ったいい当たりだ。ヒット。宮崎これで打率を4割8分9厘としています。まずは低めワンボール肩越しに一塁ランナー見た。速球ストライク、ランナースタート、投球ストライク、キャッチャー二塁送球、二塁セーフ、盗塁成功。アウトコース見逃し三振、キレがいい。そして迎えるバッターは金田。この試合2回目のアウトバット、空振り。先に取りたいってね。さあ追い込まれました。ああ、ボンネルだな。フォーク待っててスライダーで。やり点取られた。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。バッターはトップに帰って2打点宮崎。現在打率は4。ああ、マジか。ベイスターズこの回1番からの好打順。
先頭バッターは1番2打点宮崎、現在の打率は4割8分8厘。ベイスターズここまで4安打。見送ってボール、カットボールを使ってきました。まっすぐ空振り、伸びのあるストレート、アウトサイド、判定はボール、ツーツー。うわー、ここに来て弱点された。これ2年目突入かな。うわ、ここに来てマジック。次負けて巨人が勝ったら優勝決まっちゃうのか。井川、はぁ、横浜とことん、ま、運が向いてねえ。残して優勝が決まってしまいました。今ちょっとですね、他のゲームとの兼ね合いもあってですね、ちょっと短いスパンでやってたんですけれども、どうしようかな、続けてやるか他の、パープルシリーズになるかわかんないですけど、考えようと思います。残り1戦を残して締めモードです。もう1年、続けるか、佐々木陣に、変更をするか、皆様、待っていただけたら、幸いだ。1人5割近い打ってるバッターがいてもピッチャーがダメとか、他のバッターが打てないとか、この5割近いバッターが、チャンスで打てなかったりすれば優勝できないということが、よく分かりました。野球はやっぱりピッチャーですね。そして、肝心なところで打つか打たないかが、重要ですね。ということで、まあ、おそらく、なんか阪神戦が終わったら改めて締めさせていただきます。